皆さんこんにちは、みるきです。ということで本日はクラクラやっていきたいと思いますですね。現在クラン対戦が先ほど始まったばっかりで、これの前のクラン対戦を動画にしようと思ったんですけど、ちょっと画像が汚かったのとうまくちょっと撮れなかったので、ちょっとリベンジということで今回のクラン対戦を動画にしたいと思います。でですね、現在も10番は攻撃されてしまっているので、ミルキーは8番と9番を狙っていきたいと思います。ということでこちらの8番からまず偵察、じゃん、こんな感じですね。ここにクランの城があって、で今回は黒バルーンをクランの方からもらっているので、それを使って戦っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。じゃん、こんな感じですね。ユニットはこんな感じで攻めていきたいと思います。はい、ということでまずはここにチビチビを置いといてからの、ここら辺で確かアドラゴンになるかな。ここでハンザーで、あ、いった、いっちゃった。なんかすごいことになと。赤いバルーンすぐなんか死んじゃうんですよね、落ちちゃうんですよ。黒バルーン強っ、イエーイ。ということで無事に 100% いけました。よかったですね。これちょっといかなかったら結構ショックだったので、はい、ということで無事に今8番を倒しました。ということでちょっとここからですね、また援護をもらわないと。9番こんな感じなんですけど、こんな感じなんですけど、このバーバリアンキングがちょっと強いっていうことなので、また黒バルーンを援軍でもらってから次こちらの9番移したいと思います。はい、ということで今ですね、やっとこちらクランの城にまたバルーンを、黒バルーンを入れていただいたので、また次9番いきたいと思います。で9番の方が偵察、じゃん、ここにバーバリアンキングがいるので、ちょっとまずは城の中を叩きたいので、援軍を出すためにジャイアントでおびき寄せて、で大砲に向かってジャイアントが行くので、後ろで12時の方向の後ろの方でこの蔵の中にいる援軍を叩いてから、まあ、バルーンで、あとは黒バルーンでババキンとかを倒してもらおうと思います。ということで実際にやってみましょう。はい、攻撃、まずは贅沢にジャイアントを後ろから12時の方向から出します。あれ、何も来ない、あ、来た。
まさかの黒バルーン、うん、ここで後ろからもう一匹くらい出したかな。あ、アチャコ、アチャコ、アチャコ、あーちゃーん、これ、大丈夫かな。結構黒バルーンって、ほんと頑丈ですね。あ、やっと落ちた、落ちた、あ、お、おい、あ、ちょ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 い。で、ここ、こっちも、大丈夫かな、大丈夫かな。こっちからあーちゃんとバルーンということで、あとはバルーンがやっつけてくれるでしょう。あー、でもこっちに行っちゃいました。まあ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 、なんかすごいアチョコがババキンを倒しております。お、これでババキンが倒れました。でもこれテスラとか出てこないかな。テスラって隠れてるから、あ、今星が1個取れましたね。あ、でもテスラ出てこなさそうですね。テスラが出てくるかなって思ったんですけど、ちなみにアチャコ60体ぐらい持ってたんで、50体ぐらい投入したんですかね。やばい、めっちゃアチャコ。あと8、今 4% なんで、あと 13%、 あと 10% か。いや、もうこれは時間の問題ですね。よし、イエーイ。ということで無事今回は両方とも8番も9番も 100% ということで、無事に星が3つずつで計6個ですね、取りました。じゃん。ということで今ですね、残りまだ始まったばっかりなんですけど、あとは1番と2番と3番を残して4番から下はもう全部さらちということで、でもこっちもちょっとやられていて、今1番と2番と4番、あ、でもあんまり向こうの人まだ攻撃してないんですかね。まあやっぱり結構このクラン対戦って上位の人がやられるかやられないかで結構決まる感じなんですね、っていうのを最近学びました。ということで今回はですね、無事クラン対戦が8番と9番両方とも星が取れたということで、以上で動画は終了したいと思います。まだまだですね、今こんな感じなんですけど、村がまだレベルアップたくさんできるので、今やっと大工さんが4人になったんですけど、4人とも稼働してるので今大工さんがいないんですけど、またどんどんですね、この自分の村も大きくしていきたいと思います。ということで以上、ミルキーのクラン対戦でした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。